皆さんこんにちは。ダイアログフォーピープルフォトジャーナリストの安田なつきです。このシリーズ、カルチャーから知る朝鮮半島のこと、今回は第3弾ということで、このシリーズは私たちダイアログフォーピープルと、そして早稲田大学韓国学研究所の皆さんとの共催で進めてきました。今回も MC といいますか、進行として私として、そしてキム・ギョンモクさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。気がつけば3回目のシリーズになりました。今日も楽しい時間を過ごしたいと思います。楽しみにしております。はい、よろしくお願いいたします。で、前回はですね、日常の中で触れるフェミニズムということでお話を進めてきましたが、今回は社会に触れる物語ということで、ゲストに小説家の深澤牛尾さんをお迎えして、深澤さんの著作3作を軸にして、在日コリアの多様性であったり、それから1世2世3世代目だけではなくて、そこからさらに下の世代ですね、4世だったり5世のアイデンティティ、さらにはもっと俯瞰した目で国民国家の在り方だったり、あるいはこのシリーズの軸でもありますが、カルチャーと歴史とのつながりなどについてもお話を掘り下げていきたいと思います。ということで、深澤さん、よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今回のテーマは社会に触れる物語ということなんですけれども、深澤さんの著作3作に触れていく前に、まず深澤さんがこれまでどんな歩みをしてこられたのかということ、ちょっとお写真も踏まえながら自己紹介をしていただきたいと思うんですが、ちょっとここでじゃあ深澤さんからいただいた写真をお見せしながら進めても大丈夫でしょうか。はいはいはい、皆さん見えてますか、写真。はい、これかなり小さい頃、何歳ぐらいの頃の、ね、4歳ぐらいの時ですね。その時は、まあ、京都に住んでたんですけれども、もともと東京で出身なんですけれども、市の仕事の関係で、群馬の太田ですとか宇都宮ですとか、まあ、京都ですとか、この頃は1年おきぐらいに転々としていたらしくてですね、私が生まれた頃から、はい、はい、で、後ろに姉が写ってるんですけど、まあ、今私は3人姉妹の一番上で、この姉は私が8歳で、この時は姉は11歳、亡くなった時は11歳、この時は、まあ、2歳上だから5、6歳だと思うんですけど、まあ、心臓の病気で亡くなってしまったんですね。で、東京の病院に割とこう行き来をする思い出がすごくありまして、で、私在日コリアンとして生まれたんですが、で、父もすごくアイデンティティの、韓国人のアイデンティティの強い人間だったんですけれども、やはり姉が心臓の病気を患っていたということで、通称名を使うようになったんですね。で、病院なんかでもやっぱり本名ですと、嫌な思いをしたりっていう経験があったらしくて、で、通称名を使うようになりまして、で、私の人生の中でやはりこの姉がいて、病気の姉がいたことと、っていうのすごく、そういう亡くなったことっていうのがすごく大きな影響がありました。ということで、ちょっとこの写真を選んだんですけれども、はい、で、このあと東京に幼稚園に上がる前に東京に戻りましたして、それからはずっと東京です。はい、やっぱりこの幼くして、そのアイデンティティの問題とも密接につながってくると思いますけれども、やはりすぐ上のお姉さんを亡くされたということが、その生と死というものを幼いながらにして、やっぱりこう考える本当にこう深い大きな経験におそらくなったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。そうですね。で、小さかったので、あんまりこう姉が死ぬっていうことは全く想定してなかったんですね。で、後から聞くと、もう姉がそう長く生きられないということは分かっていたみたいなんですけれども、私自身は全くそういうことはなかった。やっぱり亡くなった時に、本当にショックというよりも、現実が受け入れられないような感じがあって、全然泣けなかったですね。8歳というのも。泣けなくて、まあ、冷たい子だって言われたりとかっていうのはあったんですが、やっぱり、あの時、亡くなった姉を
教会、うちカトリック信者なんで、教会で式を、お葬式をしたときに、お通夜お葬式をしたときに、まあ、ドライアイスで冷たくなっている姉の手を握ったときの感触は、いまだにすごくよく覚えてます。あまりにも冷たくびっくりしたっていう。で、私はやっぱり姉中心の家庭だったことがものすごく不満だったんですね。すべてが姉みたいで。で、なんていうの、我慢しなさいっていうことはもう親は、あなたが我慢しなさいっていうこと。でもそれはすごい不満で、で、なんか、羨ましい、病気が羨ましいっていう気持ちすらあって、で、仮病をよく使ったりしたことがあったんですね。だから、なんか、今思うと、ちょっと屈折している子供時代だったのかなというのは思います。でもそのあたりの揺れ動きが後ほどまたしっかりご紹介をしていきますけれども、はい、この海を抱いて月に眠るにまさにこう現れてくるということで、改めてその点については伺っていきたいと思うんですが、その後また東京に京都から戻られて、はい、でちょっとまた写真を進めていきたいと思いますが、こちらは中学生ぐらいの頃ですかね。でこの頃はですね、実はですね、父は、まあ、その海を抱いて月に眠るにも書いた父を元にモデルにした小説なので、もう少し書いたんですけれども、やっぱ韓国に帰れない身だったんですね。取り上げられてまして、なんですが、私が小学校6年の時に韓国に祖母がもう帰国だっていうんで戻って、でも生まれて初めて自分の祖国の韓国に行ったんですよ。それで、まあ、ものすごい田舎なんですね、うちの自分で。その時やっぱ東京に住んでいたのもあって、まず田舎で、まあ、衝撃っていうことと、まあ、言葉が通じないっていうことと、私のことをね、いとこたちはね、なんか、日本のいとこって、日本のなんとかって必ずイルボンなんとかってつけるんですよ。うん、イルボンっていうのが日本っていう意味ですもんね。そうです。イルボンアーとかっていうふうに言ってたかもしれないですね。それで私は、自分は韓国人だっていうことをすごく意識せざるを得ない環境で生きてきたから、いとこたちとかもそういう家族でも、すごく親戚に会える親しい親戚、もちろん母方の親戚もいたんですけれども、なんか父方の親戚に会うの初めてだったの、初めてというか、いとこに会うの初めてだったので、初めてに近かったので、うん、嬉しかったんですけど、やっぱりすごい、こう拒まれてる感じ を受けて、なんか本当にどこでも否定されちゃうんだなということで、ものすごく悩み深き時代ですね。だからもう親が嫌い、韓国人である自分が嫌いで、私ずっと日記を書いてたんですけれども、その頃のこれ、まあ中学3年の時で、なんか手に持ってるのはなんかイギリスのアーティストかなんかの写真で楽しそうに笑ってるんですけども、心の中はぐちゃぐちゃで、日記を見ると、もう、親の悪口、韓国なんか大嫌いとか、そういう頃ですね。なんか、デュランデュランなのか、ワムなのかって感じ。デュランデュランです。ですよね。世代がバレちゃったみたいな感じですけど。そうなんです。なんか、どっかミュージックライフかなんかの切り取って、下敷きに入れて、そうですね。私も見覚えのあるジャケットです。あ、そうですか。洋楽が大好きだったので、そうですね、友達と毎週、イギリスのランキング、アメリカのランキングなんかこう書いて交換日記みたいのしてたり感じの生活でしたね。女子校だったんで、まあ学校生活自体は楽しいことも多かったんですけど、なんかはつらつと明るくっていう感じではなかったです。常に浮くっていう感じでしたね。ね、そのどっちかつかず感だったりですとか、自分は結局一体何者なんだろうっていう、その揺れ動きみたいなもの、私もまた深澤さんとはちょっと立場が違いますけれども、そのダブルルーツっていうことで、そのどっちつかず感のこうもやもやした感じっていうのはなんとなくこう分かるなというふうに今のお話を伺っていて思ったんですけれども、おそらく深澤さんにとって転機になってことの一つが、さらにこう外の世界を見ていくっていうことなんじゃないかなと思うんですけれども、うん、こちらの写真が留学時代ですかね。
短期留学したんですね、アメリカのカリフォルニア州の、まあ、うち家がすごく厳しかったんで、女子大の寮しか許してくれなくて、まあ、でミルズカレッジっていう、まあ、バークレーとかサンフランシスコから、まあ、ちょっとバスで1時間ぐらい行った、オークランドっていうところにあるミルズカレッジっていう、はい、短科大学の女性だけの英語学校みたいなのがあったんですね。で、世界、そこはちょうど、なんていうのかな、女性の、まあ、援助、移民の人の女性にも英語を行政のサービスとして与えてたりっていうことで、で、まあ、あと留学準備の方とか、まあ、短期、私のように短期留学してるような人たちがいて、で、そこで初めて私はレバノンから来た難民の人ですとか、うん、南米から来た人たちですとか、それからもちろん韓国から来た人もいましたし、中国の人は全くいない時代でしたけれども。あ、そうですね。はい。いろんな人に会って、で、なんかやっぱりアジアって結構一つ仲良くなるんですよ。そこで日本人だけじゃなくて。でも韓国の留学生からは、私パスポートは韓国だったんで、韓国から来るって、なんかその時学校に一人しかいなくて、楽しみにしていた私が、まあ、在日だって分かって日本語しか喋れないって分かったら、すごいがっかりされて冷たくされて、そこでもまたいろんな思いを持ったりですとか、うん、あったんですが、まあ、でも視野がすごく広がりました。で、女子大だったので、今からとかもう30年ぐらい、20歳ぐらいかも、数年前になるんですけれども、はい、当時やっぱりレズビアンの生徒がいても、キャンパスでもうすごい熱烈なキスをしてたりするんですよ。で、部屋に一緒に。で、私、LGBT の人に触れるのが実は初めてだったんですね、その時に。で、あ、世の中別にこれは、こういう人たちもいるんだっていうことを、なんか目で見て、すごい不自然でもなく、それで、ちょっと聴講とかできる授業が、バークレーと提携して聴講させてもらったりできたので、そういうちょっと、まあ、リベラルな大学だったバークレーで、そういうジェンダー的な授業を取ってみたり、うん、図書館で本を借りたりっていう経験をしたのがこの時期なんですね、うん、はい。なるほど。なので、その多様とは何かだったり、アイデンティティのあり方って何だろうっていうことが、はい、こうぐーっと視野がこう開けた時期ということで、なんかこう写真を見るとちょっと表情がさっきの写真に比べると晴れ晴れとしてるかなっていうね、印象を受けますよね。ね、これサンフランシスコの、これがサンフランシスコのシティホールの前ですかね。80年代ですか？80年、何年だろう、86年とかのレーガン大統領だった記憶は。なるほど。の韓国はようやく86年から海外旅行が自由化されていますので、韓国から その留学生が一人いたっていうのは、かなりこう、はい、独特な環境、恵まれた環境の方だったんじゃないかなというふうには思います。そこの女子大、まあ、カトリックの女子大で、地元というか、そもそもなんかお嬢さんばっかり、例えば日本でいうと精神女子大みたいな感じの大学だったんですね。なので、その韓国の女から来てた留学生の女の子も、もう非常にリッチなでした。多分なんか詳しくは聞かなかったんですけれども、はい、はい、そういうところからもやっぱり時代背景っていうのが見えてくると思うんですが、そうですね、はい、はい、こちらが、はい、起業してから私まず本当に就職に苦労したんですね。で、韓国籍っていうことを、なんか本籍って今と違って履歴書に書かなければいけない時代だったので、まあ、韓国って書くともう受け入れてもらえない、それからもう応募の時点で日本国籍に限るっていう企業ばっかりだったので、ほとんどの企業が、まあ、最初から受けることすらできないという感じ で私は卒業したのは89年なので、まあ、まさにバブルの、まあ、景気のいい頃でしたし、まあ、バブルも終わりの方ですけれども、うん、で、なんていうんですかね、大学生の就職は本当に名前さえ書けば受かってしまうような感じ の、まあ、ところがありまして、で、就職に周りの友達は
何の苦労もしないでいいところにボンボン入ってる感じだったんですけど、私はもう韓国籍っていうのがあるんで、一生懸命その英検を取ったりとか、そのいろんなものを習ったりっていう、こうスキルを上げても全然受け入れてもらえなくて、で実力勝負のところは、まあ、割とあの国籍関係なくマスコミなんかは取ってくれたんですけど、すごい最難関だったので、そういうところにもなかなか就職できなくてですね、で外資系を中心に就職活動をしまして、で外資系の最初は金融機関に入ってんですね、で金融機関のトレーダーのアシスタントみたいなのをやってたんですが、まあ、そもそもやりたい仕事ではなかったので、あのすぐに辞めて、でこれはまあ転職してあのフランスの化粧品メーカーに就職したんですね。でこの時はあのもう時代も総合職で入るような女性が増え始めてた頃だったので、うん、仕事をたくさんさせてもらって、まあ、フランスにもしょっちゅう行ったりっていうことで、でここでもやっぱりその私はインターナショナルトレーナーって言って、あの美容部員さんなんかにあの新商品の知識を教えるっていう仕事をしてたんですが、うん、あの毎年1回フランスで会合があって、あの全世界から同じトレーナーの方が集まるんですね。でその時にもやっぱり世界中の人とこう触れ合って、やっぱりアジアで仲良くなってみたいのがあって、うん、もうすごく楽しかった時代ですね。はい、それもまたやっぱり刺激的なあのお仕事の場だったということだと思うんですけれども、はい、あのしばらくお仕事をされた後に今度は子育てを、はい、ある子育てを呼ばれる時期という、仕事に充実していた時も、まあ、実家から仕事にあの通ってたんですけど、顔を合わせると結婚しろっていう感じの圧がすごくてですね、で、まあ、恋愛もいくつかというかそんなに多くはないですけども、全部親に潰されたり、相手に朝鮮人は血が汚れてるから僕の嫁にはできないって言われた、なんかそのお付き合いされてた相手に言われた、あのカミングアウトみたいな感じ、カミングアウトって言葉ですよね、好きではない、うん、実はあの結婚したいみたいに言われて、でも実は世間は韓国でって言うと、いやそれは困るみたいな感じのことで、まあ、お友達にもなんか血が汚いみたいなことは言われたことはある、あのお友達とかまあちょっと知り合った人にも言われたことはあるんですけど、意外と平気でそういうことを言う人多いんだなっていうのは信じ込んでるんですよね、まあ、あのゴーという映画の場面にも、はい、血がっていう話が出てきますけれども、まさにそういうスティグマっていうか、そういう言葉でイメージ見える、日本人も韓国人も中国人も外観が似通ってるので、うん、ニンニク臭いとか血が汚いとかっていう、そういうのをスティグマっていう言い方で、差別する構図を作っていくんですね。うん、そうですね。であのさっきの写真を見ていただいたら分かるように、すごいキラキラして見えるらしいんですよ、見えたらしいんですね。私割とこうあので大学も女子大学を出ていて、でまあこれはあのフランスの会社なんですけど、使ってる言語はあの仕事で使ってるのは英語を使っていたんですけれども、やっぱりそのキラキラして、まあ大学もそこそこ出ていてっていう感じなので、あのそういうこう幻想を求めて男の人がなんか付き合いたいとか言ってくるんですよね。で私が実は韓国人でって言うと、がっかりしたとか言って、なんかそれって商品じゃないのにっていう思いがすごくありましたね、うん、その時は、うん、そうなんです。本当ですね。でもやっぱりそこでその本質で見ずに、やっぱりこう血で見てくる人とその一緒にその生活をするっていう選択をしなくてよかったっていうふうにもね、本当に今のお話を聞いていて思ったりはしますけれど、うん、でもやっぱり親御さんの価値観としては、とにかくやっぱり女性は早く結婚してっていう、やっぱりそういう葛藤もご自身の中ではやっぱりあったんですか？やっぱりあの 母も父も、まあ、心配だったんだと思うんですよね。実際社会に出てこれだけあの韓国人であるということが生きていく上であの問題になるじゃないけど、何かのこうなんていうのかな、いちいち考えさせられる場面が多くて、それで結婚自体もやっぱりその親はまあ古い考えなので、結婚が幸せみたいな価値観がちょっとありまして、うん、で母がまあ専業主婦っていうのもあるんですけれども、うん、でやっぱり日本人と結婚すると差別されるんじゃない
か、やっぱり家に入ると大変なんじゃないかっていう思いもあったみたいなんですね。だからやっぱ同じ環境の人でできれば、うん、在日同士で結婚してくれれば生活がしやすいんじゃないかっていうふうに思ったみたい で、まあ、お見合いおばさんにお願いして、うん、もうちょっとやってたかもしれないですね。結構たくさんお見合いしましたね。そのお見合いの体験っていうのが、後ほどまたこれもしっかり紹介していきたいと思いますけれども、はい、この縁を言う人につながっていくっていうところですよね、おそらく。つながっていきますね。で、やっぱり最初はね、すごく楽でしたね。結婚して、隠さなくていいです、まず、日々。ね、私も本名で暮らしてたわけでも、なんか通常名で暮らしていたし、ですけど、結婚した相手の方はもうずっと本名で暮らしてた方だったんで、もうそのままその人と結婚して、実は私韓国人なんですよとも結婚するときに周りの友達にも言ったら、まあ2つに分かれますよね。離れていく人もいるけれども、まあ自分が思っていたよりはみんな普通に受け入れて、あ、そうなんだっていう感じで、うんうん、その時は、はい、韓国ルートで会ってることを友達の方々にお知らせしたんですか？結婚するときにもう韓国名の通称名のない方と結婚するんで、結局苗字何に変わるのなんて言われて、いや苗字変わるわけじゃないんだけどねみたいなところから始まって、まあ実はって言って、で、まあ、結局その後子供のことをいろいろ考えても、いろんな話し合いをして、日本国籍に家族で変わるんですね。長男が生まれた時に、やっぱり職業の選択をするときに選択肢が多い方がいいかなとか、あと元夫の職業が医師だったんですけど、開業するにあたってやっぱり通称名で山田委員とか、まあ、山田じゃないんですけど、例えば李委員より山田委員がいいんじゃないかとか、なんかそういうのがあって、うん、まあ、いろいろ話し合って、まあ、家族みんなで戸籍を日本国籍にしました。で、私就職活動の時のトラウマが強かったっていうのがありますね。うーん、私もそれも踏まえて、はい、私も街でね、李委員とか超小児科医院とかっていうクリニックを見ると、はい、この先生すごく勇気のある素晴らしい先生だなと本当に思うぐらいの社会ですからね。特に機械は補修的ですよね。補修的だと思います。普通の業界よりさらに保守的だし、まあいろいろなことが、まあ、ちょっとここでは話せることが、夫の実家も医者だったんですけど、あったようなので、過去そうしましたね。全然。うーん、で、医師免許を取った時に新聞に載るんですよ、医師免許合格者って。その時に、そう、当時は全部本名、例えば木下さんが木下さんで学校に通っていたとしても、医師免許の時になんか発表されちゃうんですよね、本名で。で、なんかいろんなこう話を聞いて、ああなるほどねと思いながら、うん、まあちょっと私にはやっぱり強さが足りなかったんだと思うんですよね。まあ個人のその強さっていうよりも、やっぱりこう社会の在り方だなというふうに、こう今のお話を伺っていて思ったんですけれども、うん、この時はまだその小説家になるっていうことを、まだこの時は予想していなかった頃ですかね。この写真で写っている時っていうのは、この頃はね、多分育児本ぐらいしか読んでないですね。本自体も読めないし、で、夫がその、まあ、外科だったんですけど、整形外科だったんですけど、本当に帰ってこなかったんですよ、家に。当直だのなんだのいろいろルマイトだのってありまして、だから、まあ、ほぼというか 99.9%ぐらいワンオペ育児をしていたので、本当に覚えてないんです、この頃のこと。その書くっていうことを始めたのはいつ頃で、でどういうきっかけからそれは始まったものだったんですか？はい、それはですね、離婚をして後に自分を癒すために書き始めたんです。自分のライフヒストリーみたいのをこう探る中で、
なんで離婚しちゃったのか、そもそも結婚はじゃあ在日コリアンであるっていうことが、まあ、お見合い結婚につながって、で私、まあ、ちょっといろんな事情があったんですけれども、結婚すごい出会って3ヶ月ぐらいでする、したんですね。それで、あんまりわからないままに、まあ最初はいいかなっていう感じで、いい人かなって思って結婚して、でも結婚してみると、ね、長く付き合った方もそうだと思いますけど、まあ、いろいろなすれ違いとか、まあ、合わないところとか出てきまして、うん、で、まあ、離婚することになりましたけれども、それを考えた時に、私は普通に結婚生活を全うできなかった、今までは努力していろいろ克服してきたけどできなかったっていうのをこう自分で内省するのに、まあ、文章にフィクションに置き換えて書くっていう作業で、まあ、自分を癒してたところがありまして、で、ブログに書き始めたんですね。でそれはちょっと状況、まあ、在日だからとかっていうことじゃなくて違う環境に置き換えてブログに小説を書き始めたら、まあ、それが楽しくなってしまって、でアクセスもあるし感想もコメントももらうと、あ、なんか小説書くの楽しいなと思って、そういえば昔小説好きだったなとか、よく読んでたな中学高校まではっていうことを思い出して、もっと上手になりたくなったんですね。小説のこうスクールみたいなところに書き方を教えてくれるというところに行きましたら、まあ、たまたま選んだ小説教室がプロ志向のところで、皆さんなんか応募してるんですよ、いろんなプロになるための新人賞に。でそれはまあ腕試しになるし、まあ、私もやろうって周りに煽られたり教室に煽られてる部分もちょっとあったんですけど、そのやっぱり褒められたりすると嬉しいし、そのダメだったらまあもっと頑張ろうという感じで教室に行くようになりまして、で離婚したのが子供が、上の子は小学校1年生で、下の子は小学校1年生に上がるちょっと前だったので、まあ、もう母両親のところに預けて教室に行ってっていうことをして、それで応募するようになって、で最初はなんか主婦 私小説にもなってるんですけど、ママ友の本にもなってるんですけど、ママ友のあれこれとかそういうものを書いてたんですけれども、ある編集の方がその教室にアドバイザーみたいな感じでいらしていて、で面白いね、どういうの書いてるのとか、でそもそも君はどんな人なのみたいなことを、その教室の後にちょっと飲み会みたいのをやるんですけど、なんかいろんなこう話が聞けるんで行った方がいいよって言われて行った時に、話を聞かれた時に、まあそもそもこういうことで離婚して、なんか小説書けずみたいな、こんな感じでって言ったら、なんでその自分のこと書かないのって言われたんですよ。それで、なんか今まで避けてきたけど、それはちょっと時間もちょっと離婚して2年ぐらい経っていたので、もう書けるかなと思って書いたのが、かなえのおばさんという応募作なんですね。はい、この絵を言う人の一番最初に出てくるのがこのかなえのおばさんだったと思うんですけれども、はい、でそれで応募して、そして実際のこう評価もあってっていうのが、ある種のこうスタートだったっていうことですよね。はい、新人賞に応募して大賞をいただきまして、で2012年に大賞をいただいて、本が出たのが2013年ですね。深澤さんの右にいらっしゃるのが三浦紫音さんです。はい、で一番左にいらっしゃるのが辻村瑞希さんで、選考委員の方で、まあ、隣の、はい、一緒に受賞した方なんですけれども、はい、今こうやってね、こう写真を見るとそうそうたるメンバーだなというふうにちょっと思ってしまいますけれども、何かこう、はい、はい、ブログからやっぱり始まって、で編集者さんの出会いがあってっていう、そのスタートの部分っていうのも何か時代を感じるなというふうには思うんですけれども、うん、はい、それがやはり実を結ぶ形で評価となり、で数々の作品が今に至るまでこう生み出されてきたっていうところで、深澤さんのこの小説に関しては後ほど3冊掘り下げていきたいと思うんですけれども、はい、先ほど触れてくださったこのかなえのおばさん、はいはい、ですね、まさに、この物語のこう言葉をそのまま使わせていただくと、お見合いおばさんとして非常に有名な方の一つのやっぱりこう人生の一端に触れているところだと思うんですけれども、はい、これは韓国で出
版されたものですかね。あの韓国で、はい、去年一昨年ですね、出版されたされました。はい、それで、あのタイトルを、まあ、縁を言う人にするのか、一番最初に縁を言う人もハンサラン愛する人々というタイトルだったんですけれども、あの単行本の時はで文庫で縁を言う人になって、で韓国で出す時にやっぱりあのカナエのおばさんがインパクトがあるので、もうカナエジュンマがいい、もうカナエジュンマって書いてあるんですけれども、カナエジュンマにしてあのタイトル変えて出しました。はい、小説の中にもこう書かれていた髪色だったり、あとは眼鏡の特徴っていうのが、はい、そうそうそう、こういう感じでこう思い描いてたなっていうイラストが、ね、表紙に書かれていますけれども、はいはい、やっぱり韓国でのこう反応といいますか、こう評判感想っていうのはどういったものがありましたか？これ出た時に結構新聞で書評していただいたりですとか、あとラジオで取り上げてくださったりですとか、やっぱり結構話題になりました。で、ですね、イベントを一回ソウルでイベント音楽イベントみたいな、この本の出版に合わせてした時もすごくいろんな方が来てくださって、うん、読んだ方の感想なんかも本当に在日ってよく分からなかったけれども、うん、本当にいろいろ多様な、まあ、そもそもこの本の元になって縁を言う人なのか、多様な在日コリアンが出てくるんですね。で、在日コリアンのイメージって韓国でもイメージがなんか結構偏ってたり、日本人のイメージがすごく一色というか、一色ではないかもしれないんですけど、偏りがちなのはいろんな人がいるんだなっていうことを言われましたね。そもそもその在日コリアンという存在について韓国ではあまりこう認知してない方もいらっしゃったりして、なんかそういう意味でもこう新鮮に受け止めた方も中にはいらっしゃったのかもしれないですよね。そうかもしれないですね。この中で出てくる例えば一世のおじいさんですとかおばあさんですとかって、やっぱり韓国にいる人以上にも一世、二世ももしかしたらそうかもしれないですけれども、そう価値観が古いものを保存してるっていうか、そのなんかイベントで、まあ、冷凍保存されてるんですよねって言ったら、それがすごい受けてました冷凍保存されてるんですかっていう感じで、はい、我が家を得たりっていう表現だったのかもしれないですね。その冷凍保存っていうのが、はい、色濃いこの深澤さんの人生を今非常にこう短時間で振り返ってきたんですけれども、ギョンホクさん聞かれていていかがでしたか？いや、もう本当に早速3冊の内容にもっともっと入っていきたいなっていうふうにも思いながら伺っておりました。最後の今の冷凍保存っていう言葉を伺いながらですね、特にどの社会でもそうですけれども、移住コミュニティが独自の進化あるいは発展系っていうのがなされていく中で、現代の韓国社会ではもうなくなったり、違う形で、どちらがいいとか正しいとかではなくて、形が変わってる状況、例えば日本における在日コリアンのチェサ、法事の文化のあり方とか、それが元の朝鮮半島の地域の共同性が独自に残されているとかっていうところが、固有の文化として発展しつつあるので、この話が4世5世新しいジェネレーションにどういう形で引き継がれるのか、あるいはそれを引き継ぐのか引き継がないのかっていうことが今過渡期に置かれているのかなっていうふうにも思いながら伺っておりました。そうですね。はい、その4世5世というのは後ほど2冊目にご紹介をする縁を言う人、この小説で非常にこう印象的だったのが、やっぱりこう世代、もちろん それぞれの人物がその世代を代表しているわけではないですけれども、世代間でやっぱり価値観って変わってきてるし多様だなっていうことを思わせてくれた小説でした。で、ギョムスクさんおっしゃるようにですね、早速この3冊の小説それぞれ掘り下げていきたいと思うんですけれども、まず1冊目、先ほどから少しずつお名前で紹介をしていますけれども、この夢を抱いて月に眠るなんですが、私からもうざっくりとストーリーを説明すると、まずこの物語の一番最初というのが、在日一世のお父様が亡くなったというところから始まって、で気も難しいし、こう親戚にも疎まれてるしっていうお父様だったけれども、実はそのお通夜の日にもうどうしてだっていうふうにこうお父様にこう泣きすがっ
ている、まあ、老人の方がいたりですとか、もう目を泣き晴らしている女性がそこに立っていたりということで、あれというふうにこう主人公は気づいていくんですよね。でどうしてあの方々がじゃあ、あの人たちがじゃあ父の父を悼んでいたんだろうっていうところに、お父様の残された古びたノートに実は鍵があって、でそこに、まあ、自身の知らなかった壮絶なお父様の人生歩みというのが記されていたということなんですけれど、まあ、先ほどから少し触れていただいている通り、深沢さん自身のお父様の人生を著したものでもあるというふうに伺っているんですが、はい、そうですね、はい、聞き取りを始めまして、で、あのそれを元に書いたものなんですね。あと、まあ、自分の記憶と、まあ、母からも聞いたりっていうこともありましたし、主人公の主人公、まあ、最初実は主人公を息子にしてたんですけど、途中でちょっとやっぱり私が書くのは娘が主人公の方が書きやすいなっていうことで、途中から娘にして、まあ、本になるとこれもともと連載してたんですけど、連載から、うん、あの途中から息子じゃなくて娘の視点になり、あのそうですね、本になった時に、まあ、私の、まあ、から見たっていうのも、私というか、まあ、私自身というよりはもう私に近いような、まあ、女性が出てくるんですけれども、なんていうんですかね、かなりフィクションにしてる部分もありますし、父から聞いたことをそのまま膨らませてるっていうものもところもありますね。だから、うんうん、そうです、はいはい、あの先ほどあの深沢さんご自身のお姉様のお話も伺いましたけれども、はい、あの心臓が悪いそのご兄弟という意味では、あのこの本にも実はあの同じような境遇のお子さんが出てきますし、で病院で通称名ではなくて本名を使っていることによって、あの実は嫌な思いをしたという体験もここに記されているという意味では、あのお父様だけではなくて深沢さんご自身の体験というものも色濃くここに現れてきていると思うんですね、うん、で、あの例えばそのお父様のこう人生を追っていくと、そこにはやはり歴史の大きな流れというのがあって、うん、例えばそのお父様がじゃあどうしてその日本に来てなぜ帰れなかったんだろうかということを掘り下げていくと、やっぱりその軍事政権だった頃の歴史というものに行き当たると思うんですが、ヨンモクさんはこの物語はどんなふうに読まれましたか？はい、あのとてももう映画を見るかのような本当にドキュメンタリーをそのままこう描かれたっていう観点からですね、いろいろとこうびっくりしながら、また感動しながら、そしてこの本の前後にですね、深沢さんのストーリーと何らかのフィクションと事実がつながってるっていう話がどこかであったので、ここまで書かれることはどこまでがフィクションで、あのどこまでが事実なんだろうかということを非常にびっくりしながら、驚きながら読んでたんですね。でそして本の最後の部分に参考文献っていうのがあのいくつか在日コリアンの75年間 の, その歴史に関しての資料とかをたくさんこう読み込まれて、これもまたいろんな場面場面で現代史をこうあのモチーフとして使われているんですけども、こう私は、まあ、在日コリアンとかあの東アジアの近現代の歴史について学びながらも、こうあこの事件だとか、こういうあの分断の民団系や総連系の内部葛藤だとか、あるいは民団系の内部葛藤だとかっていうことをこう非常にこう面白くっていう言い方は変ですけども、感銘深く読みましたけども、読者のどこまでがこの部分をこう読み取ってくれるのかなっていう、こう不安やもどかしさっていうことも同時に抱いてて、本当にこの部分は歴史的にも面白い部分なのに、もしかしたらスルーされちゃうんじゃないかなっていうところを、なんとか私のように教育現場にいる人はもっとこう噛み締めるようなあの再利用をもっともっとしていきたいなっていうふうに思いながら読ませていただきました。あの実際連載の時にですね、その政治的なこうやっぱ歴史的な流れの部分ももうちょっと詳しく書いている部分も多かったんですが、やっぱり小説全体として全くあの歴史に
館の歴史、韓国の歴史、現代史を知らない人でも物語として面白く読んでもらうためには、やっぱりそこが多いとちょっとこう分かんないっていう感じになってしまうので、まあ、泣く泣く削ってるところもあるので、その現代史ですとか、その、まあ、詳しいその時の構想があったりとかっていうことに関心のある人にはちょっと物足りない部分ももしかしたらあるかもしれないなっていうのを自覚しながら書いてます。だから実際はもっと本当に書けることも書きたいこともあったんですが、ページ数とかもありますし、逆に物足りなさは全くないと思うんですね。そうですか。で、知らない人がそこの重要性をこうきっかけとして学べるチャンスをもっと私が別の形で与えたいという、こう私なりの使命を感じてしまったっていうところでもあります。そうですね。今回のそのシリーズもやっぱりカルチャーから知るということを大切にしているので、この物語小説からこう興味を持って、この歴史の流れどういうことどういうことって知って、自分からこう調べていくっていう流れがもしかしたらやっぱりこうできた方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、もう一つその気になったのが、お父様がそのこれまではそういったやっぱりこう歴史背景があってのその壮絶な人生っていうのを積極的にこう深澤さんにお話をしてこなかったというか、むしろやっぱりこう閉ざしてきた面があったということなんですが、それは聞き取られていてなぜ話さなかったのかっていうところ、どんなふうに捉えてらっしゃいますか？それは父本人も言ってたんですけれども、やっぱりそういう反政府運動、民主化運動を日本でやってたわけなんですが、自分は成し遂げられなかったし最後までできなかったっていうすごい自責の念があるって言ってました。だから大きな顔をして子どもたちにお父さんこうこうこうだったんだよとは言えないのと、やっぱり思いがずっとくすぶってたんだなっていうのをすごく感じました。それはなぜかというと、その話を聞くまで父は、何て言うかな、中学高校の頃なんか特にそうだったんですけど、なんかこうニュース見てるといつも怒ってる人だったんですよ。なんか正義感なのか、なんかこうすごいやっぱり政治に関してとか、その国のその人権蹂躙もそうですけれども、まあその何て言うのかな、韓国に対してもそうですけど、日本に対してもとにかくその言葉にして怒ってるんですよね。で、お父さん、なんかもう自分で仕事だけしてればいいのに、なんでこういつも熱くなってるんだろうってちょっと鬱陶しいなって思ったりしてたんです。だけど、まあ、考えたらやっぱり自分がこうアクティビストというか、まあ、その主体となって動けなくなってしまったことに対する後悔っていうのはすごくあるんだなって、やっぱり最近もですね、やっぱり自分のお友達が実はその拷問されて、小説の中にも出てきますけど、それ以外にもこういう人もいて、こういう人もいたとか、あと、韓国にいたらこうだったかもしれない、こうだったかもしれないみたいな思いがやっぱ強いんだなっていうことをね、聞いてすごく思いました。はい。やっぱりその歴史的な軍事政権と自分の家族の身の安全だったりですとか、はい、あるいはその家族と会えなくなってしまうんではないかっていう葛藤、もう何十もの葛藤の中でこう揺れ動いているという描写、ギョンモクさんはどんなふうに読まれましたか？まさに在日コリアンのコミュニティからするとですね、留学生スパイ事件であるとか、さまざまな連雑性で、特にこの若い学生たちが本名で、自分の名前を名乗ったり、母語を学ぶ中でこういろいろと南北分断の時代だった、今もそうですけども、もっとこう体制の優越を競う時代だったので、いろいろと考える中で母国に留学に行った時に、もうそもそもその軍事政権は、在日コリアンはスパイの卵であるというような形で、叩けば何か出てくるというような状況で、本当に罪のない方がいろいろとこう犠牲になったり辛い思いをしたっていう、そういう時代があって、そのことについて一方では韓国であまり知られてない、もう一方では在日コミュニティ自体がそのことについてどう記憶すればいいのかということで、まあ、こう悩んでる時に文学を通してこうやって表現してくださったことで、まさに
これが今後のこうカルチャーから知る朝鮮半島の現代の歴史なんだなというふうに思ってました。うん、はい、今回ですね、事前に、視聴者の方々からいろんなご質問だったりご意見をいただいているんですけれども、こんなメッセージをいただきました。私は海を抱いて月に眠るを読んでいる最中、なんだか現実なのかフィクションなのか分からなくなっていったのですが、インタビューを拝見したところ、ご自身について書かれた部分が非常に多いということでした。どういったお気持ちでこの作品を書かれたのですか。また書き終えて気持ちの変化はありましたか、という、非常にこう熱心にインタビューはや本を読んでくださっている方からのご質問ですけれども、深澤さん、いかがですか。そうですね、どういった気持ちで書いたかというのは、やっぱりまず聞き取りを父が元気なうちに覚えているうちにしなきゃっていうことがまず最初だったんですね。で、小説を書くっていうところまではまだその聞き始めた段階ではなくて、もうなんか聞いておかなければ、私は父がどういう人間だったかわからないと思いまして、で、まあ、聞いて非常に謎が解けることが多かったんですね。で、どうして小さい頃いつもいなかったのかとか、あと、なんですよ、両親がなんでいつもあんなに喧嘩をしていたのかとか、なんかいろんなことが謎が解けまして、で、父が運動というか、まあ、そう、民主化運動をやめてから、すごく不思議なことに家がどんどん大きくなってくるんです。なんか2階の借家、人の家の2階の本当に、2間ぐらいの借家に家族5人で住んでた状況から、どんどん借家も大きくなって自分の家もっていう風に、それはもう完全に生活していくことだけにシフトをしたからなんだなってことがありましたし、それとあと父がどういう思いで辞めたのかっていうことも、もちろん姉のこともあったと思うんですが、やっぱりさっき京木先生おっしゃってたように、韓国のその家族のことをすごく考えたらしいんですね。で、やっぱりこれはまあつい最近本書いた後に聞いたんですが、コモって、父の妹にあたる人なんですが、プサンに住んでまして、うん、2年前に訪ねた時に、うん、兄弟は本当に就職も進学も苦労したと。あと来日とか、韓国に戻れるようになって、行き来をして、チョンドファンの頃ですけれども、もうすごい献金させられるらしいんですよ。いろんなところに、やっぱり政府にももちろんそう、まあ、いろんな機関を通して。で、やっぱりそういうことがあったんだなとか、やっぱり、まあ、いろいろ腑に落ちることが多くて、で、うん、聞き取りをして、聞き終わった時に、やっぱこれは、なんか自分が小説家という仕事なので、書かなければいけないなという、まあ、使命感まではいかないんですけど、書いておきたいな、残しておきたいなっていうことで、まあ、書き始めまして、そして書き終わって、なんて言うんですかね、今まで自分もそうなんですけど、自分がいけないとか、自分の環境ですとか、そのうちの家族がこうだからとか、親がこうだからとかじゃなくて、やっぱり歴史とか構造とかに、自分たちはその子にはめ込まれていて、その悲劇みたいなものなんだなっていうことはすごく強く感じましたね。その歴史にはめ込まれているということを今おっしゃいましたけれども、主にその親子の向き合いを通して、その背景にあるこう大きな歴史のうねりが見えてきたのが、この月に、あ、失礼しました、海を抱いて月に眠るだったんですね。で、今日はもう2冊深澤さんの本をご紹介していきたいと思うんですけれども、はい、先ほど申し上げた通りですね、この小説は主に親子の向き合いなんですが、さらに多様な世代が出てくるなという印象を私が抱いたのが、この縁を言う人なんですよね。で、ちょっと私から簡単にストーリーを説明をしますと、で、30年間で200組の縁を取り持った、通称この物語に出てくる表現をそのまま使わせていただくと、もう有名な在日の縁談を取り仕切るお見合いおばさんがまず出てきます。で、その方に、そのお見合いおばさんに縁をまさに言われた、ご夫婦だったりですとか、あるいはその
お子さんだったりですとか、さらにはこう孫の世代まで出てきて、その心の繊細な揺れ動きというのが描かれているんですけれども、中には古くから暮らしているその在日コリアンだけではなくって、その家に、家族に加わった日本人だったりですとか、あるいはいわゆるニューカマーと言われる方だと思うんですけれども、後から韓国からやってきて在日のご家族と暮らすようになった方だったり、非常に多角的に描かれているなというふうに思うんですよね。で、この小説、魚目さんは最初に読まれていかがでしたか？いや、もう本当にこれが一番面白かったとか、どれが次に面白かったっていうふうには言えないんですけれども、縁を言う人のその展開というのがですね、最初のかなえのおばさんで一つの物語が展開して、そこに登場する人物たちが次の章にまた知らないところでまた次々と出てくるんですね。で、いろんなこういうなんていうのかな、展開のスタイルが私はもうこう吸い込まれるかのような形で、こう深澤さんの展開のスタイルにこう惚れてしまったっていうのが一つこの小説で典型的に出てくることと、いろいろとこう個々人の登場人物のパーソナリティ、キャラクターがですね、なんか明るい部分もあれば、必ず誰かは必ず影を持っていてですね、その悩みっていうのが小説の中で、徐々にこうじわじわとしてこう出てくるということで、こうその部分が深澤文学あるいは現代の在日コリアンを表彰するいろんな悩みやいろんな喜怒哀楽を表してくださってるんだなっていうふうに思ってる。そして各章のタイトルがすごく素晴らしいんですっていうところで、私はこれ大好きな一冊です。はい、もう今日本当はどんどん内容に触れていきたいんですけれども、まだこの小説を読んでない方もいらっしゃると思うので、ネタバレにならない程度にということで非常にこう抑えたトーンで進めていますけれども、まずお見合いおばさんと呼ばれる女性の方を軸にして物語を展開しようと思ったのは、何かきっかけが、ご自身もお見合いでご結婚されたというお話がさっきありましたけれど、やはり自分自身の体験を軸にしてこの物語も展開されたということなんでしょうか？そうですね、かなえのおばさんっていう、そう、お見合いおばさんは実際に私の縁談を紹介してくださった方をモデルにしてるんですが、まあ、全部ではないんですけれども、ちょっとこう強引なところですとか、そういうキャラクターとか、メガネに宝石がいっぱいついてたのすごい覚えてたので、そういうなんかこう 見た目とか雰囲気っていうのは すごくモデルにさせてもらいました。はい、はい、どうぞどうぞ。宮山さんっていうのはすごいたくさんの人と関わるので、いろんな登場人物が出てくるのと、私は結構群像劇を描くのが好きなんですね。で、自分で映画なんかも見るのも好き、群像劇の映画とか見るのも好きだし、小説を読むのも好きなので、その群像劇で描こうっていうのは最初から1話目のかなえおばさんを描いた時からもうこれ展開していこうって思いました。もうこれ本当に引き込まれる連作なんですけれども、でそれぞれがやっぱりこう密接につながっているんですよね。全部で、6話物語が出てきて、どれも密接につながっているというところなんですけれども、結婚のすったもんだもあれば、私非常にこう共感したのは、中高生世代のこう友達にどう話したらいいんだろうとか、例えばバレちゃった時にどうしたらいいのかなっていう、その等身大の葛藤なんかも非常にこう印象に残りました。で、視聴者さんからメッセージとご質問もいただいているんですが、2つご紹介していきます。まず1つ目、在日コリアンである友人が何人かいます。それぞれの人生があり、知れば知るほど一括りにできないと感じます。民団と総連の葛藤、朝鮮学校で育った人とそうではない人、でも最終的に全ての根源は植民地にあるのかなと、日本人としての責任を感じていますという、この方は歴史の観点からもご覧になったということですね。で、それからお2つ目が、在日コリアンの方々と韓国の方々のそれぞれの文化や、その文化のつながりや関係性についてどうお考えですかかということで、これ海を抱いて月に眠るでもそうだったんですけれども、例えば在日コリアンとしてのそのアイデンティティと、また韓
国の韓国人というものと、例えば日本からすると、日本でずっと暮らしてきた人たちからすると、同じ韓国籍ですよって見られてしまうこともあるんですけれど、実はそんなに単純じゃないということも出てきたと思うんですが、今の2つのメッセージ聞かれて、深澤さんいかがですか？まず最初の、方の感想で、本当に在日コリアンの方がお友達でいらっしゃるっていう方だからこそ、こういう日本人としての責任を感じていますと、すごくとてもなんかいろいろ考えていらっしゃると思うんですけど、まあ、私の個人の考えなんですが、あんまりその日本人としての責任っていうことは、現代のその自分のお友達に対してとかに関しては追わなくてもいいなって思うんですね。で、それは知るっていうことが一番大事で、そういう痛みを持って、そういう歴史があって、日本と韓国の間にはこういうことがあるんだってことは知ることは大事だと思うんですけど、自分が責任を感じる、植民地の責任を感じるっていうことは、なんかなんていうのかな、そう、個人の問題ではないっていうことがまず一つと、そういうこうなんか風になってしまうと、やっぱり逆に関係性が難しくなってしまうというか、で、私もお友達に韓国人なんだっていうことを言った時に、ごめんねって言われたことが何度かあるんですよ。でも私個人にごめんねとかって、なんかすごい善意で言ってくださってると思うんですけど、まあ、そういうことではなく、やっぱり、じゃあもっと詳しくどういうことがあったかとか、やっぱりその何人に限らず、やっぱりこう植民地と植民地にされた国との関係性であって、そこが非対称であるということと、それが今もいろんな問題につながってるっていうことを理解したり知るっていうことが一番大事なので、なんか、すごくよくこの日本人として責任を感じていますっていうことに関しては、なんかちょっと違和感が私は、ね、身近な人からごめんねって見られたいわけではないけれど、でもさっきおっしゃったように、その、まあ、非対称性みたいなもの、構造の問題を知りたいと思うこともまたとても大切なことだということですよね。はい、それが一番大事だと思います。これは例えば歴史においても、近現代史、特にアジアの国々の近現代史、それからアジアの国々と日本との近現代、特に現代史はあまり教えられないじゃないですか、学校なんかでも。だからそれは知らなかったっていう人も多いし、知らないゆえのいろんな発言とかいろんなこうこともあるとは思うんですけれども、それも個人を責めるとか知らないのが悪いとかそういうことじゃなくて、やっぱり教えない制度が一番良くないじゃないですか。だからやっぱりそこにこう思い至りつつ、やっぱり私もじゃあ違う場面では同じように、なんかその知らないで、なんかこう、ああ、いけなかった、ごめんね、みたいなことを思うこともあるかもしれないので、なんかこう、お互いにその、なんていうのかな、フラットって言葉もあんまり良くないな。なんか、なんですかね、こう、知りましょうね、これからっていうことでいいんじゃないかなと。はい。で、思いやり、なんか、その、想像力とか、持ってほしいというか、はい。今日もくさん、今のお話いかがですか？はい、もうそうなんですね。で、この質問の意味はすごくよくわかるし、気持ちもすごく素晴らしい、大切だと思うんですけれども、ごめんねっていう気持ちと、いつまで謝るんだとか、そんなことはなかったっていう、その対極が日本社会には存在していて、むしろ在日コリアンやそういう当事者たちにごめんねっていうメッセージを伝える以上に、そんなことはなかったや、いつまで謝るんだっていう人たちと向き合うコミュニケーションがむしろ必要になってくるのかなっていうふうに思ってるので、で、そこは意外と多くの人々がスルーしちゃってるんですよ。だからその課題をどう乗り越えるか、別にやってもいいしやらなくてもいいことなんだけども、そのごめんねといつまで謝るんだのその幅がいろいろと隔たりが大きいっていうのが一点と、福澤さんの作品っていうのはマイノリティを扱っている部分が多いことは確かですけども、マイノリティの目立つマイノリティの声ではなくて、そのマイノリティグループのサイレントマジョリティの、実は日本人と同じような
ある意味では息を潜めて生きている人々の日常の葛藤を描いているっていうところが、この作品、そして深澤さんの作品の最大の魅力の一つかなというふうに私は思っています。本当にこう姿勢で生きる一人一人のこう声って、大きな主語で時には書き消されてしまうと思うんですよね。例えばその、韓国人という括りで日本に暮らしている在日の韓国籍の人たちも、韓国に暮らしている韓国籍の人たちも同じでしょっていう見られ方っていうのもまた大きな主語だと思うんですけれども、先ほどいただいたその2つ目の質問の、在日コリアの方々と韓国の方々についてのその質問というのはいかがですか？文化のつながりや関係性っていうふうに言うと、やっぱりもう特に今在日コリアンは4世5世どんどん増えていくと、やっぱりその安田さんおっしゃったように同じに見られてるけどもう全然違うと思うんですよね。文化的にはもう日本に住んでいる人の文化ですから、でもちろんなんか伝統的な価値観を守ってるっていう部分もあるとは思うんですけれども、それも個人差があると思いますけど、そのなんていうんですかね、その結局これちょっと話が少しずれちゃうかもしれないんですけど、小説の中にも書きましたけど、なんかこう好きか嫌いかっていうその好悪っていうのにすごくつながっていて、で私自分自身がそうだったんですけど、韓国的なものが小さい頃大嫌いだったんです。家に溢れてるね、なんかでもキムチの匂いとかすごい嫌いだったんですけど、今どうかっていうと、スーパーで普通に売ってる時代に嫌いなんて1ミリも思わないわけですよ。それは日本社会で韓国の文化がどれだけすごく一般化してに、例えばカルチャーとして好かれてるかっていうことで結構肯定できる部分があったりするんで、これすごく時代によって変わってくるような気がするんです。私が幼い頃とか、中高時代、韓国のことを報道されるのって何て言うんですかね、政治のこと、それから国際関係のこと、もしくは徴用ピルみたいな、なんかその何て言うんですかね、すごいにこう自分とはもうあまり相入れないものしか、なんかで、でやっぱり好きか嫌いかって言ったら嫌いになっちゃってたところ、でも親の国だから好きにならなきゃいけないよねって、日記にも全くそういうこと書いてあったんですけど、好きでいなきゃいけないみたいな。でも今はやっぱりそのもちろんヘイトをしてる人たちもいるし、でもそういう人たちもいますけれども、本当にカルチャーがなんか普通に別に韓国のものだから好きとかじゃなくて、 BTS が好きだから好きだっていう、そのアーティストとして好きだったものが韓国のアーティストですよとか、もちろん韓国の全般のカルチャーとして音楽だの映画だの好きな人もいると思うんですけど、そういう時代になってくるとやっぱりもうそこを無理になんか在日コリアンと本国っていうのが、もうその在日コリアンは本当に日本的な日本人の視点から韓国を見るような時代に、在日でも5世になるとなってくると思うんですよね。でも自己肯定もそこにちょっと含まれるみたいな、エゴリストでいうと最後の瞬、中学生の少女時代の好きな女の子が出てくるんですけれども、その中でやっぱり別にもうこれでいいんじゃないかと、その日本語で K-POP 歌ってちまちょごり着て歌う、ちょっとネタバレ、それもかっこいいかもしれないっていうね、それでいいんじゃないのみたいな、なんかそのすごくこう構えないで、私は常に韓国人であること、韓国っていう国に対して構えて生きてきた時期が長かったので、ちょっと最近ナチュラルに捉えられるようになったぐらいなので、自然に捉えられる。ただそこにヘイトとかやっぱりいろんなこう日韓関係悪くなったりするとこう雑音が入ってくるんですよね。そうですね、だからそういう逃れようはないんですけれども、でも何て言うんですかね、特にこう関係性を意識するとかっていうことは なくなっていく時代じゃないかなっていう、そのルーツがそうなんだねぐらいになっていけばいいなって。でもすごくコミットしたい人は留学してもいいし、どんどん広げていけばいいしっていう、こう自分で選択できる時代になっていくんじゃないかなと思うんですよね、各。そうですね、なんかさっきおっしゃったみたいに、どうしてもその、短いニュース映像の中ですと、例えば韓国イコール韓国政府、じゃあそこに例えばヘイトの問題であればルーツを持っている人たちにこう大きな括りでこう
矛先が向いていくと。でもやっぱり小説だったり物語に触れることによってやっぱり一人一人の顔だったり、うん、人間性っていうのが見えてくるんですよね。でそのもちろんそのフィクションかもしれないけれども、でもやっぱりその物語を通して具体的にやっぱり人に出会う触れるっていうことで何かこう変化の鍵っていうのを見出せるんじゃないかなと私は思ったんですが、魚目さんいかがですか？もうおっしゃる通りだと思います。あの在日コリアンと韓国の人々っていうのは全く属性的には違う生活文化を持っている人々だと思って、いいと思うんですね。で、日本社会で見えてくる韓国や朝鮮半島のイメージっていうのは政治的なストーリーか、もう一方では韓流ドラマのイメージなんですね。でも深澤さんの作品に見えてくる本土の韓国っていうのは古い時代の韓国の南部のふるさとの話だりっていうことで、あの私たちが日頃ニュースやドラマから接することができない朝鮮半島の像が一つここから見えてくるっていうことなの で、その部分についてどういう想像力を抱きながらこのつながりと断絶をイメージするのかっていうのが問われているのかなっていうのが一つ。もう一方では在日コリアンの方々を含めてですね、これから日本に暮らすコリア系の人々がどういうイメージで本土の人々は違う独自の日本との文化も接点を持ちながらまたユニークな独自の文化を表彰していくのかっていうことが試されている時代になってきたなっていうふうには思っています。これが大きな課題だとは思います。はい、あの非常にこの小説日常感があって、なんか自分自身がやっぱりこうその家の中にいるような感覚も、例えば食べ物の匂いだったりですとか、その人の生活感が染み込んでいるようなこう家の中だったりっていうことがありありとこう想像できるようにことになっているできるようなあの物語だと思うんですね。ぜひそれでも心の距離感っていうのをぐっと縮めてもらえたら嬉しいなというふうに思うんですが、ね、ちょっと時間もあっという間に迫ってきましたけれども、最後にもう一冊、実はこれはあの在日コリアンの方々のことっていうものを描いているわけではないんですが、私これ本当にエンパワーメント小説だと思っていろんな人に激推ししています。このちぶさの国でなんですけれども、私も積極的に推薦したいんだけども、ちょっと戸惑いながらこう推薦をしようとしています。タイトルがちょっと男ちょっと私からあのざっくりとあらすじを説明させていただきますと、まず出てくるのが福美さんという女性ですね。で彼女はあのいろんなこう背景があって生活に困窮している。でもあの血のみごを抱えていて、で母乳がとにかくたくさん出ると。でそこに目をつけたある人物の仲介によって、でかつての同級生の政治家一家のところに乳母として雇われることになるんですよね。で、乳母といっても単にその子守りをするっていうことではなくって、そのお子さん、そのお家のお子さんに母乳を与えるという役割が実は彼女のお仕事だったということなんですけれども、あの非常に印象的だったのがその政治家一家っていうのも、あこういう人たちいるいるっていう、あの例えばもう女性は子供が産めなくなったらもう役割は終わりなんだみたいなことを平気で公然と言ってしまうとか、あのそのご家族の中でもこう女性はこう内助の功、女性イコール内助の功っていうもう価値観がもうとにかく染みついている方が出てきたりですとか、なのでちょっとネタバレにならない程度に申し上げますけれども、最後の私は私たちは国家の乳母ではありませんっていう言葉が出てきた時にも赤っぺこになるぐらい、そう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 っていうふうにもうあのブンブン首をこう縦に振りながら読ませていただいた作品なんですけれども、あのこういった切り口での物語を書きたいというふうに思ったのは何かご自身の中できっかけはありましたか？はい、この小説そもそもですね、なんだろう、娘の小さい頃の写真を、なんか高校卒業の時に赤ちゃんの写真を出してくださいって言われるので、娘と探してた時に私が授乳している写真が出てきたんですよ。さっきのベビちゃん娘出てきましたけど、で、ああそうだ、この時はなんかもうおっぱいをあげることに母乳をね、与えることにも朝から晩までそれで頭がいっぱいになって大変だったなって
そうだな、支配されてたなって思った時に、うんうん、ちょっと何かに支配されてるっていう話は面白いなって思って、で、あ、そうだ、じゃあちょっとそういう母乳に関係するものを書いてみようかなと思った時に、あの春日の局というあの江戸時代の三大将軍家光の乳母がいて、結局なんか多くの牛耳って、まあ、国も動かし、家光を後ろからこうなんか采配して国を動かしているようなくらいまで権力を持ったあの春日の局の現代版を書きたいなと思ったんですね。でも最初そういう感じで、だから含みもあの乳母は福っていう名前なんですよ、家光の乳母は。で、あの登場人物に徳田家っていうのも徳川家を徳田家にして徳田家っていう政治家は家康で、ね、息子は秀忠だからの秀人っていうのにして、でその息子は家光だから光にしたんですけどなんかまあそういうなるほどとありまして、で、まあ、そういう一応設定を考えて書き始めて、まあ、ちょっと現代版春日の局でこの乳母がね、なんかあんまり筋もというか結構その虐げられた環境だったけれども、逆転してその国を牛耳ったら楽しいな、面白いな、なんか気持ちがスカッとするなと思って書き始めたんですけど、あの、まあ、ちょっとパラレルワールドにはなってるんですけど、現代社会で日本とは書いてないんですけど、まあ、日本のような国だと結局牛耳れないんですよ、女性は。システムとって江戸時代と違って、逆にじゃあもうこれ牛耳れない話、でもじゃあどうしたら女性同士が連帯していける話にしてた方がいいかなと思って、まあ、書いていくうちにあのそういう話になったんですけど、はい、で、何ですかね、どんどん書いてる間にあの政治家のそのね、なんか女性問題が出てきたり、そのコロナになったりっていうので、なんかこう書いてることとシンクロしつつ、本になった感じですね、はい、そうですね、やっぱりこれを読んでいて本当にこういろんなところに既視感があったんですよね、その、まあ、まるでその女性が子供を産む機会かのように、もうそれを悪びれもせずにこう発言してしまう政治家がいたりですとか、あのそれに対してさっきのそのおっしゃったように、まあ、女性同士がどう団結するのかっていうことが一つこう課題としてあったり、実はあのネタバレにならない程度に言いますけれども、最後本当にこうスカッとするようなことが出る反面、現実は甘くないかもしれないっていう、こうくさびがこう打たれたりするところもあって、あ、この後どうなっていくんだろうっていう、この物語の先にこう想像が及ぶようなこう作りになってたかなと思うんですが、行目さん、これ読まれていかがですか？いや、もうあの一気に読み進めて、で本当に今既視感というお話をされましたけども、今ちょうど同じタイミングで私はデジャブ感を感じるっていうふうに思った時にちょっとびっくりしすぎちゃってるんですね、今同じタイミングだったので。で最後のそのネタバレになってはいけないので、最後の部分でその2人の同級生の世界観の違いの中で、同じこうなんていうのかな、連帯もしつつもどこまでこう寄り添えるのか、あるいは違う視点で進んでいくのかっていう葛藤が、また敵は必ずしも単純に男社会とか国家っていうことで落ち着かない、よりこう読者たちがこう自分自身をもう一度こう小説あの内省していくっていうプロセスをこう問いかけるようなものでですね、とてもこれはこう現代の政治社会国家について重いメッセージをあの伝えてくださってる作品だと思ってます。一つやっぱりこう内省していくということがこの物語を読み解いていく、まあ、一つの鍵にもしかしたらなるのかもしれないと思いながら私も今聞かせていただいたんですが、メッセージもいただいています。あの非常にこう根本的なメッセージを一ついただいているんですけれども、女性としてマイノリティとして気楽に生きることは可能ですか、気楽に生きる方法があったら教えてください、私も知りたいですというところなんですけれど、深澤さんいかがでしょう、この質問。気楽、そうですね、すごく難しい質問なんですけど、気楽っていうのをどういうふうに捉えるかにもよるんですけど、フェミニズムのこともそうですが、例えば社会の問題のすごい格差があるですとか、そういうことを知らないのが一番気楽です
知らない、かない、思考停止。でも、そういう意味ではないと思うんですよね。で、そう気づいてしまった人はやっぱつらいじゃないですか。マイノリ、自分特にマイノリティで女性であってっていう。そうするとやっぱり、気楽にすぐにはなれないんですけど、社会構造を本当に根気よく変えていくっていうことを変えていくために、自分自身がまず、なんか、そういう、こう内面化しているものを見つめ、それから、世の中のそういう部分を、こう目をそらさないっていうことで、もう少しずつ本当にカタツムリのように呪いかもしれないけれども、みんなが生きやすい、マイノリティだけでは、マジョリティだけが生きやすい社会ではなく、マイノリ、みんなが生きやすくなるっていうのは 100% はないかもしれないんですけれども、やっぱり少しずつしていくことがやっぱり気楽というか、楽、なんか生きやすさ、生きづらさをちょっと解消していくみたいなことですかね。だからその生きづらさ、そのどっちを自分が優先するかですよね。こう本当になんていうか、そういうことを知ってしまって声を例えば上げないで我慢してる方が辛いのか、うん、声を出すことは辛いのか、それはその人の選択でいいと思うんですけれども、その人がやっぱりいつもでもそれを知っているっていうことは、それは辛い時期があっても耐えていかなきゃいけないのかなって。でこの季節では特にですね、メタファー的にあえて極端なキャラクターですとか極端なことを書いてるので、ここまで辛いってことはもしかしたらない人もいるかもしれないんですが、で結構実際は小説の中でもそうですけど、日本社会でもその世の中を動かしている人たちは、すごい反動的に復古主義になっていて、でも、現実に生きている人々はいろんなことに気づき始めてるっていう、そういう時期、そういう過渡期というか、そこがなんかやっぱり、こう、少しずつうねりになっていくには、なんですかね、なんか、すぐに気楽にはなれないけれども、大きな、なんか、こう深呼吸を本当にできる日が、いうふうに、信じたいというか、もうちょっと断言ができないんですけど。ですね、同感です。いや、確かにおっしゃるように、気づいてしまったからこそ辛い。例えば、福見さんなんかもそうなんですけれども、結局私は男性のその構造の中でしか生きることしかできなくて、そういう女性だっているんだっていうことを自分に言い聞かせるようなこうシーンっていうのもあったと思うんですよね。でもやっぱり実際にその気づいたからこそ、きっかけがあったからこう声を上げられて、で声を上げられることによってこうつながれた人たちがいるっていうのがこう最後のシーンにつながっていくと思うんですね。ですごくこう共感したのが、もちろんその福見さんもその同級生の女性っていうのも、もう全部共感するわ、あなたに 100% ではないと、全然共感しないところもあるし、あの人プライド高いしって、だけど大同団結って、一つやっぱりこういう生きづらさ解消していかないっていう目標があれば、あ、できるんだなっていうところに、私はすごくこうパワーをいただいたなっていう感覚がありました。魚目さん、このご質問いかがですか？いや、私は思って、この同じような立場としてどこまで想像できるのか、そしてそれは女性という側面から私は想像するしかできないわけですけども、私は、そして夏希さんも、このテーマが与えるメッセージ性をすごくすごい強いメッセージ、そしてプレッシャーとして感じてですね、そうだそうだっていうふうにうなずきながら読んだわけですけれども、もしかしたら一部の読者、あるいは特に男性の方々が読んだとしたらですね、まるで韓流ドラマを見てるもんだねみたいな形で、こう現実には存在しない問題としてファンタジー化してしまうっていう構図が生まれてくるのではないかっていうことを、別の意味でこう懸念しながら捉えたんですね。だからこの作品に触れることで、内省的に向き合える人と、完全にこれはドラマだなっていうふうに線を引いてしまう人たちに、両極端に分かれてしまうことをどう扱っていけばいいのかなっていうモヤモヤ感が実はあります。それはもしかすると、そのキム・ジヨンなんかにも、82年生まれキム・ジヨンなんかも、その反響がかなり分かれたと思うんですね。分かる分かるっていう人もいれば、例えば本当にこういうことあるのかなとか、これ男性に対しての当てつけ
みたいなあの反応もあったりして、そのあたりは深澤さんいかがですか？そうですね、あの感想で、男性の感想で見受けられたのは、なんか母は強い、女性は強いみたいな、なんかその感想以上、そこに帰結しちゃうんですね。かなり孤独だと思いますけどね。そうなんですよ。だから、あ、だからじゃあ強いは強いですよ。じゃあ強くなったのはならざるを得ないというか、まあ強いの、なぜ強くなったのかをし、ですよね。で、まあこの小説、あの実際一気読みする、私の小説の中ではかなり一気読みする人が多くて、まあ結構その、自分で言うのもなんですか、面白いので、あのエンターテインメント性があるっていうか、なので、あのまあそこだけで済んじゃ行っちゃう人も結構男性は多いと思います。おっしゃるようにファンタジーと、まあ、それはね、 なんでどうしたらいい、なんかでもそうだと思います。別れると思いますし、あの取材ですとか書評とか、まあいろいろやっぱりすごく積極的にしてくださって方は女性の記者の方とかライターの方がほとんどです。多かったですね。ゼロではないですけど、でもやっぱり読み方が分かれるっていうことによって、うん、私はこう読んだよ、僕はそう思わなかったなっていうふうにやっぱり会話が生まれると思うんですよね、うん、そこに。でやっぱり話題になることによって、じゃあこれだけ話題になるのってなんでなんだろうねっていうのが82年生まれキムジヨンにも見受けられたと思いますし、この物語の感想で帰結するんではなくって、やっぱりこの小説に触れてそこでやっぱり何か対話とかが生まれてほしいなというのが私のちょっと感想だったかなというふうに思います。これちぶさの国でもう本当にいろんな方におすすめしていますので、ぜひ皆さんもこれを見てくださっている皆さんもご一読いただければと思うんですが、あの3冊、まだまだもう1冊だけでも1時間半ぐらいねお話ができるぐらいなんですけれども、ちょっと駆け足で来ましたが、魚目さん他にこの3冊についてだけではなくてもいいんですけれども、あ、これはちょっとぜひ最後にこう論点として出したいなという思うことが何かありましたら、はい、じゃあ、あの私が学生たちとその文章を書くということで、あの早稲田大学にですね、深澤牛雄さんをこう深澤牛雄先生、総大生と文章を書くことについて語るみたいな、うん、企画の授業を特別授業2回ほどあの開催させていただいたんですね。そこでの作品の2つの作品を事前にあの扱うっていう、あ、まあ、1つの作品です。この今日の3冊に含まれてこなかった緑と赤っていう作品をですね、アイデンティティ、特に4世5世のアイデンティティをめぐるっていう部分では非常にオーバーラップする部分がありますので、ぜひともあの入り口として、緑と赤という作品に触れていただくっていうことが、私としてはあのおすすめメッセージとして加えさせていただきたい内容でもあります。はい、緑と赤、深澤さんからももし差し支えなければご紹介をいただけますか？これはですね、来日、まあ、4世ですね。でもう本当にあの16歳で外国人登録をするまでは自分が韓国籍であることを知らなかったぐらい、の女の子が、新大久保の、まあ、2013年の設定なんですけれども、新大久保のヘイトデモを見て、で、まあ、そこに行った時に K-POP 好きの大学のお友達と一緒に行くんですけど、でそのこうお友達との、まあ、いろんな葛藤があったり、まあ、自分の中で全然アイデンティティないのにどんどん辛くなっていったり、でここには一人まあ、もちろんそういうヘイトのカウンターをする中年女性が出てくるんですけど、その人以外はほとんど若い人で、韓国に大学院留学してる在日、国籍は日本国籍にしたけど大学に留学してる大学生ですとか、あと新大久保で働いている、まあ、イケメンな店員さんとか、まあ、恋愛もありつつ、そのいろんな人の人間模様が出てきます。はい、そうですね、これまあいろんな人の視点があるんですけど、ストーリーは、まあ、基本的に短編というよりは長編に近い感じの書き方をしてます。はい、ありがとうございます。ぜひ学生さんだったり若い世代の方々にも読んでいただきたいんですけれども、うん、あっという間のお時間でしたが、何か深澤さん最後にその告知だったりお知らせをしたいことというのはありますか？昨日発売になったこの、はい、また本の紹介
ぱりであれなんですけど、これはあの貧困を足りない暮らし、そうですね、女性貧困で、はい、明大前から徒歩15分以上行ったところにあるあの女性専用シェアハウスに住む人々の話です。でこれは実際あの私がデビュー前にこの小説、こういう小説を書きたいなと思って、たまたまシェアハウスに行く機会があったので、思って実際泊まって、借りて泊まったりして、あの結構リアリティのあるあの小説で、まあ、外国人技能実習生が出てきたりシングルマザーが出てきたりという、まあ、ちょっと辛いあの状況 の、 そのすごく見えにくい貧困ですね、女性が、うん、あのまあ、やっぱり日常なんですけど、生活保護を受けてる女性だったりとか、あの、まあ、ネグレクトを受けてるあの女性だったりとかっていう、その見えにくい人の日常、まあ、同じなんですけど、縁を言う人と。で、縁を言う人は、まあ、ちょっとコミカルな部分も結構あるんですけど、まあ、割とこれは、あの、コミカルな部分は ないかもしれないんですが、あの、特にあの、実習生のこととか、女性の性暴力のことも出てきますので、あの、現代の問題点もいっぱい詰まってるので、あのぜひ、読んでみてほしいと思います。ごめんなさい。はい、ばっかり。とんでもないです。ありがとうございます。あの、うん、今日のお話にも通じますけれども、深澤さんの物語、本当に一人一人の顔だったり生活感っていうのが見えてきて、でその人物を通してその背後にある社会の構造、歴史も含めてですけれどもっていうのがありありと見えてくるというところだと思うんですね。今日ご紹介した小説だけではなくて、他にもいろんな作品がありますので、ぜひこれを聞いてくださっている方々にも触れていただければと思います。あの、行幕さん、今日を通しての何か最後にご感想なんかはありますか？いや、あの、もうすでに深澤さんには何度もこうラブコールを送ってですね、もうまた年度が変わっても早稲田大学で授業とかいろんな形で、特に在日コリアンのアイデンティティを表彰するミュージアムプロジェクトなんかももっとお話し進めましょうねみたいな話をしているので、あの、誰かがやればいいなっていうことは、もうすでに私たちが進めていくしかない時代になっていると思いますので、その点一種の社会実験をこういう文芸作品、小説やいろんなあのテーマから扱っていきたいなというふうに思ってますので、またまた楽しみにしていただければというふうに思ってます。ありがとうございます。あっという間の時間でしたが、最後に私からもあの告知をさせていただきます。こうしたあの取材発信活動というのは、私たちダイアログフォーピープル、サポーターの方々に支えていただいて続けております。ワンタイムサポーター、マンスリーサポーターの方々募集しておりますので、気になるという方はぜひダイアログフォーピープルのサイトもご覧ください。そしてこのカルチャーから知る朝鮮半島のことは、今後もゲストを迎えて朝鮮半島やそこにルーツを持つ方々の文化への理解を広げていく番組お届けしていきたいと思います。ぜひコメント欄からご感想などとも寄せていただけると幸いです。ということで、本日は長きにわたりまして深澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、ニノちゃん、ニノです。ありがとうございましたありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。